どうも、有機構成のチャレンジ動画第4弾。はい、この携帯のストップウォッチありますね。はいはい。これで、20秒ぴったりで止めようと思います。ただ、普通に20秒してもつまんないんで、両親と喋りながら、この辺だっていうところで押しますね。はい、頑張ってください。はい、よーい、スタート。好きな食べ物は？お寿司。お寿司、お寿司の中で何が好き？エビだね。エビとウニ。エビとウニ、どっちが好き？でもね、昔からね、俺ちっちゃい頃とか、はい、回転寿司とか行くと、一気にエビ5皿とか取って。大好きなのエビは。エビ食べまくってた。そう。ウニはちょっと大人になってから。あ、なるほどね、うん、ウニの美味しさで気づいた。ちょっと高いしさ。なるほどね。幼稚園は？俺ね、やっぱマグロが一番好きだな。マグロね、王道だね。王道です、うん、おい、嘘でしょ。じゃあ結果は？え、どう思う？え、めっちゃ。結果発表見ます。はい。ほら37秒。37秒89なんで、17.89 オーバーです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のチャレンジは失敗ということで、はい、またなんか企画がありましたら、いいのありましたら皆さんコメントください。よろしくお願いします。